東洋ベンディング株式会社は愛知県名古屋市中村区に本社を置く企業である。カップ式のコーヒー自動販売機、ミル引キコーヒーや病院向け常時4輪ロックシステムの開発、販売を行う。1970年飲料の自動販売機事業で創業。1988年には病院向けテレビカード事業に進出した。現在は 病院事業は売却し自動販売機事業のみ。主力のミル引きコーヒーアドマイヤは自販機内部で豆をコーヒーミルで引きドリップする過程がコーヒールンバを BGM にしてリアルタイムでモニター画面に映し出される。紙コップに注がれたコーヒーは自動で蓋をして提供される。高速道路のサービスエリアパーキングエリアや病院のほか 映像と BGM を省略した機種がオフィスなどに設置されている。キリマンジャロ豆を使用したボトル缶も販売している。テレビカード事業のほか、ジョージ4輪、ロックシステムの開発、販売を行う。これは、病室内のテレビ台や、ベッドサイドテーブルなどに取り付けられ、レバーを引いた時以外に、キャスターが動かないよう固定するもので、とっさに手をついた時に、 キャスターが動き患者が転倒する危険を軽減する。本製品は医療の質、安全学会の安全を支える技術アイデア賞を受賞した。ありがとうございます。